お邪魔します。やだ。やだ。家に来ちゃったじゃん。やだ。ちょっと初めて連れてきたかも。わあすごい。すごいでしょ。あすごい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 ね。大きい。あすごい。で今たっちゃんの動画で一緒にちょっとデートしてたね。そうデートして。なんか家に連れてこられちゃう。そうで遊びに来てくれて、でここからまあ2人ちょっと高円寺飲もうかみたいな感じで。このまま飲む？どうする？えでも一回お風呂入るでしょ。どうも。お邪魔します。めっちゃ仲良し。めちゃめちゃスマブラしてます。ちょっと待って。馴染みすぎ。なんであんたの方が先に家いんの？普通に。意味わかんない。カルビくんそういう感じ？あ、カルビはどうなの？今俺ユキだ。なんかゆうきって呼んでんの？そんな距離詰めてる？ちょっとベッド行こう。ちょっとね今 B 面だから、そうだね。ちょっと一回 A 面に打っていい？そうだね。もう暑いしね。もう限界な感じする。そうだよね。限界だよねもうね。ちょっと。あ、もうすっごいピーターです。確かにピーターさんだ。ピーターだ。確かにピーター感あるわ。ちょっと一回メイクを落として、ちょっとメイク、はい、そこからまた高円寺行きます。はい。いやいやもうめちゃめちゃおちょくられてました。おちょくられてるのでも嫌じゃないもんね。あ、もう大好き。おちょくられるの、おちょくられるの好き。そうだろ、どっちかというとこっちなんだ。 M ね。 M めっちゃ分かりにくい。フィット感あるな。なんか本当ですか。ちゃんと高円寺馴染んでる。本当ね、意外と馴染んでる。A 面と B 面がちゃんとあるから。あ、今 A 面。 A 面ね。確かに B 面高円寺馴染めなさそうだ。丸9しか無理やね。でもたっちゃん可愛くなかった？いや可愛かった。わかる。だよね。もうちょっとやればもうちょっとできたのにね。どういうこと？もうちょっとできた。もうちょっとできた。いやでもなんか本当にさ、ギャルとして可愛かった。いやマジでそうだね。ギャルとして。いやだからなんていうのかな。めっちゃ勃起するでよくない？いやだからギャルとしての完成度が高かったっていうね。それカルビギャル好きだもんね。俺ギャル好き。だよねもともとギャル男。だったからね。もともとギャル男。今もギャル男みたいなもん。確かにね。ゆうきは女装しないの？僕はしないです。あ、しない。私するみたいになってる。なんか企画で一回この最近やって、で達也はハマってましたけど。ハマっちゃったんだ。ハマったから今回の企画なんだ。今回の件は普通にトラちゃんさ、ヘホちゃん。あ、そうだね。はい。ゆうきでも良かったよねって話よね。でもね、私はどんだけメイクをしても私なんです。もう私の顔にも髪の毛長いだけになっちゃうんですよ。ママちゃんや。誰が愛の伝統スパウダー。昔そういう名で YouTube やってたんだからカバちゃん。よく知ってるな。てかさ、ショート動画めっちゃ回ってない？確かに。お姉度が増してくやつね。200%ね。あれやっぱ見ちゃうもんね。あ、見ちゃうね。あれだから最近パーセントの人だってよく言われるけど、パーセントの人じゃないからね。何パーセントの人だよね。あ、パーセントの人、200%の人だよね。って言われる。一応ここから高円寺の飲み屋行くっていう。はしご酒。はしご酒ね。はしご酒か。これね、お酒も飲むと中含まれますね。確かにね。だってもうセカストもはしご酒結構やってる。やってるね。だからちょっとそれを参考にしてやりたいな。でもこの前でもはしご酒したよ。まあ。2人はだって、あ、この3人はお酒飲んだことあります。あるある。てか4人が初なんだ。確かに。初だわ。確かに。ゆうきがちょっとまだ、俺もさ、一回通らせてもらった時にもヘホの話してないから、ゆうきの話全くしてないの。だからゆうきのことをちょっとあんまり、ちょっと分かってない。今私の話してる。分かってるよ、今私のフォーカス当たるからね。あんたが行くんじゃないよ。だってね、こうやってゆうきの印象薄くなってる。あ、しょうがない。でも俺分かるのよ。なんかさ、だから別にそこまで私がって感じでもないから、もうそれやっちゃったら喧嘩になる。そうだよね。だから成り立つのってゆうきじゃないと無理なんだよ、ここは。逆もできるよ。ちょっとゆうきやってみ、ゆうきやってみ。あれでもこれもうこの人とそれを8年間やってきてるから、ちょっとやってみて、前に出ることが恥ずかしくなってきてる。私はちょっとスイッチ入れる。ああ、なるなるなる。じゃあ俺もごめん。カルビ行きたくないですよね。わかります。てかだから。それはもう相馬の役目やん。そうなんかそのそうだから、まあその前に出る分ね、嫌な思いもたくさんしとるやろうしさ。そうよね、それはこっちの方が大変ね。チャートだってほら作るんだよね、これだから。そうそうそう、荒いいじりも来るしね。そうそうそう。ああ、片山空いてるな。片山も行ったことあるんですよ。ここはもう毎回行ってます。美味しいんだ。お前めっちゃ美味しい。あそこもめっちゃうまいっていう。あそこ俺よく行く。あ、行くんだ、下屋は。あそこでもいいけどね。ここで YouTube の撮影 OK。 外はい、 YouTube を撮影こちらで大丈夫ね。 OK、 どうぞこちらで。ありがとうございます。ちょっと注文しますか。はい、ぜひ。馬刺しシンプルにうまい。専門あるじゃん。なんか何でもある。熊本の人がさ、馬刺しうまいって言ったらうまいよね。あ、そうそうそう。確かにそうだわ。飲み物まずいく。飲み物ね。生でいっちゃおうかな。いやー、このうまいよな、この暑い中で。ハイボール。ハイボール。生。生3つとハイボール1つ。はい。仲いいな。一回生で行きたいよね。一回生がいい。てかなんか一杯目とりあえず生でいいじゃん。一杯目からハイボールってやつ、そこそこ字が強いで。いや、そこそこ字が強い。絶対俺筋トレしてるし。あ、じゃあハイボールの方がいい。そう。しかもやっぱ俺そこもうブレたくない。いや、そうだよね。しかも好きだもんね、ハイボールがね。好き。ハイボールは？ハイボールこちらです。おお、冷た。最高。グラスも冷やしてくれてるとこや。最高だ。乾杯しましょう。せーの、乾杯。ああ、やべ。要は。これね。なんでこんな一発目ってスーッとくるんだろうね。通ってんの分かるもんね。最高だわ。うますぎ。ちょっと注文いいですか？はい。砂肝食べる人。はい。はい。醤油今日ないですね。ごめんなさい。こんなフラットに撮影 OK なんでいいよね。なんか高円寺っぽくね。いや、ぽいね。なんかね、許可がスムーズ早かったもんな。でも意外と断られたことないです。そうなんだ。何件かはありますけど、意外と断られるんだ。いつもどこ行くの？大体いつもでも本当に昼飲みできるようなところ、なんか赤羽、高円寺、中野、上野、そこら辺か。どこで飲んだって一緒なんだよね。まあ結局ね。早い。お、早い。一緒に撮ろう。ありがとうございます。最高だな。うわ、めっちゃうまそう。ありがとうございます。ごめんなさい。いただきます。いただきます。皆さんの分だけいただきます。あ、エシャレットいいね。これぐらい欲しいよね。確かに。エシャレットいいよ。エシャレット。いただきます。バカネギ臭くなりますよね。いや、もういい臭くなる。今日中できない、その間になんかのいるじゃん。いるんだよね。いるんだよね。今もうできちゃったでしょ。そうなの、彼氏できました。あ、いや、何？悲しいんです。あ、おめでとう。なんか興味ない。どういうこと？興味ないってなんか、うわ、寂しいとかならなかった。なんで寂しいの？それもう言っていいんだ。なんかね、隠す時代と自分で言いたがる時代がバラバラすぎて、今日もデート企画の時にちょっとボロ出したの。ああ、なるほど。まあ普通に好きな人だったら、まあ別にこんなことしないんだけどねとか言ったから、え、好きな人いるのってなったらどんどん行っちゃって、もう戻れなくなっちゃってる今。うわ、おいしい。お刺身めっちゃおいしい。めっちゃうまい。お刺身うまいわ。うまい。小袋、パン、頭。めっちゃうまそう。これが小袋かい。これ小袋。うまそうやね。小袋絶対うまいと思う。食べてみる。これつけてみ、食べてみ。あ、それ絶対うまいじゃん。ああ、それ絶対うまい。あらま。あ、うまい。おいしい。これうまい。え、食べてみる？うまい。ゆき。小袋が。いや、そこは食えよ。小袋食べよう。食べたい食べたい。おいしい。ああ、美味しかった。うまい、うまい。うん、想像してたのと違う。僕ずっと噛まないといけない系が面倒くさくて食べたくないんですよ。ミノとかね。柔らかい。あ、うまいわ。で、思ったよりサクサクしてるね。うん。その味噌か。これ味噌。うん。あ、で、味噌やばいかも。味噌合う？味噌が合う。ない。味噌の方がいい。味噌は食べたい人。ああ、可愛い。あー、味噌やばいかも。食べさせたかったのに食べなかった。もう流れ無視して食べたかった。うまい、本当にね、味噌やばい、味噌うまい、味噌うまい、うん、こっちやばいよ。でも多分タンとかはそのままの方がいい気がする。わかる。塩ね。ちょ映ってくるね。いやでも映る人多いよね多分ね。多いですよ。だから僕らも映った側の人間なので。でもさヘゴだから素質あるから平気。あまあまあそもそも映るとか映れないとかじゃないの。そもそもあまあそもそもヘゴの受けだし。もうキモ。もうなんていうの。キモくないじゃん。カルビ君は映るの？いや俺映らないかな。でもカルビはもう本当ザのんけって感じ。でもお酒入ってきたら分かんないよ、私たちずっといたのさ。ああ確かに。いや分かる。眉毛綺麗ね。ほんでまた眉毛が綺麗だ。でもさ本当に気持ちよくするのが本当にプロというかさ、すごいよね。今の眉毛綺麗気持ちよくなった。そりゃなるだろ。だってさ気をつけてるわけだから、気をつけてる部分を綺麗だよねって言われることはいい。ああなるほどね。嬉しい。でもこれ私ね銀座の時に褒めたんだけど、人を褒める時ってパーツで褒めた方がいいって言われて。ちょ褒めてみてよ。髪の毛かわいいとか。そういうパーツでいいね。なんか眉毛よりでも綺麗じゃないの。なんかその場しのぎやってないのか。まだ白くてさ綺麗だねとか。浅くない？いやお前眉毛もあんま変わらんぞ。よく見てるんだなって思っちゃう。なるほどね。なんかわかるよ。だからさロン毛いいねとか言われてちょっと浅い。ああこういう眉毛大好きなの。おお嬉しい。なるほど嬉しい。でも本当に何？アートメイクしてる。なんでそっちばっか掘るの？こっちやんないでそっちばっか掘る。まだ。分かった今から掘るからね。じゃあ3人でいいとこ見つけよう。ああそれは確かに。服可愛い。服可愛いよねわかる。これ不思議だね。だからこれを選ぶセンスがいいよね。これ種ポケモンするんでしょ。種ポケモン。種好きなんで。次、有機のターン、口角。まず A がダメ。悩んでたよ。違うんですよ、1回でまだ緊張あったんで、まじまじ顔をね、お顔見えてないから。緊張ないでしょ。いや、ありますよ、もちろん。ありますよ、ありますよ。でも、人見知りよね。人見知りです。わかるわかる。もう、俺も目をずっと。もうわかんない、人見知りの人。俺も人見知りだから。あ、そうか。初めましての時に目合わない。お互いに目合わない。だるいな、それ。いい意味でゲームよかった。そう、だから画面見ながら、そう。楽しいね、みたいな感じでこう。いや、だから普通、だから頑張って、弱っとか頑張って言ってんの。かわいい。かわいい。そっかそっか。結構人見知りなんだ。結構人見知り。いやそうだね。わおいしそう。山芋いい。わわさびついてるし。わかんのスカンの。ベビスカルの。そういう流れあったんだ。かわいいなんかカルビちゃんが顔真っ赤になってきて。私ワンちゃん今日さ。あるか。お前も酔ってるの。俺も酔ってる。いやこのこいつは目でわかるんだよね。暑さやばいですね。いや今日だ。ああ。すごいじゃん。すごい綺麗に3つに分かれてた。やだでおかますごい出てる。今ねてんさんがそろそろ2軒目って顔がいいですね。いやありがたいありがたいます。じゃあ2軒目いきましょう。全然はしごしないぞ。お会計でお願いします。どれだバリトラって何？バリトラってお店スーさんとてんさんとかが結構通ってる。通ってる結構ちょくちょく行ってるよね。7人です。外でいいですか？撮影 OK です。あ、ありがとうございます。2軒目来ました。ね。何飲もっか。俺マヨチーはんぺん食べたい。あ、もう飲み物じゃなくて。飲み物決まってんだ。あ、何？ガリガリ君サワー。ああ、ちょっと変えたいね。ガリガリ君サワー。ガリガリ君サワー。1つ、緑茶杯1つ。トマトハイを。トマトハイ。じゃあ僕パクチー塩レモンサワー。いいね。ちょっと攻めるやつ。緑だね。めっちゃ攻めるな。飲みたい。わかる。ね、飲みたい。熱いよね。熱いと飲みたくなるね。やっぱり。うまそうじゃない？ガリガリ君さん。めっちゃ美味しい。なんか TikTok で回ってた。あ、そうなんだ。ちゃんとそういうの入れていくタイプだ。ガリガリ君さん。ああ、確かに入れていきたい。カルビのこと気に？いや目の前にいるからさ。そういうこと。そうでもね、トラちゃんも可愛いよ緑で。めちゃめちゃ適当や。でもあそこにトラちゃんみたいなの。え、俺あれと一緒？インナーも緑なんですね。あ、そうよ。すごい見えないとこまで。頑張ってねって。本当は何色が好き？緑だわ。塩レモン。あ、塩レモンパクチーですかね。リキュールっぽい。パクチーの。これリキュールが入ってる感じ。パクチーの方がいいのかしら。はい。ぱくしじゃなくて塩レモンサワー。全然大丈夫です。ちょっとしかがっかりしてないです。ちょっとしか。だいぶがっかりしてるかもしれません。大丈夫ですね。まだ。乾杯。二軒目。ちょっと唐揚げ食べていい？ああ、絶対うまいやん。揚げ物一回欲しい。え、ソーセージとか好きなタイプ？あ、ちょ、飯の方がいいってカルビ。もうさ、求めすぎじゃない。ちょっと。それは雑だよ。なんか、お釜はちょっと雑に使ってない。ほんで、唐揚げ好きって言ったから、俺ウインナーとかソーセージ好きだから。だって、唐揚げからソーセージにたどり着きますよ。だったら、とんかつとかさ、なんか揚げ物系かなと思ったら。俺本当にソーセージ好きなんや。シャウエッセンです。シャウエッセンが好きで。どんな感じでソーセージ食べるの？え、だからマヨチンはんぺんめちゃめちゃうまそう。あ、いいですね。ありがとうございます。レイさん何歳ですか？今年18です。若っ。お酒飲めない。飲めないです。可愛い。なんかめっちゃ可愛いね。可愛い。ね。ラッパーですか？あ、そうです。あ、でもラッパーなんだ。ラッパーの名前とかある。数字の2にローマ字で波で津波って読む。あ、津波。津波。尊敬するラッパーはレックスとか。あ、レックスね。あ、レックスめっちゃ好き。ご出身どこですか？僕出身が新宿区で。なんか全然住宅街です。全然、あ、だから高田馬場とかや。あ、西落合です。ああ、だ、平和、平和な。平和の方です。あそこの先まで行ってくると、発展もいろいろあるから、教えてあげて。そうなんです。めちゃめちゃいい子や。いい子だね。ちょっと待って、マヨチーハンプめっちゃうまいけど。これやばそうです。マヨネーズ好きだから。あら。サービスの砂肝のスタミナ漬けになります。サービスですって。ありがとうございます。つなぎものスタミナ漬け。美味しい。うまいよね。俺やっぱマヨネーズ好きだからこれめっちゃ好きよ。久々はんぺん焼いたやつ食べた。あ、紅生姜サワーにしよう。あ、いいね。梅昆布チャーハイ。わ、美味しそう。え、真似しないでよ。いや、絶対しないよ。絶対しない。絶対しない。次飲みたくても絶対しない。ですね。ですね、マジで。後日勝手に来て飲む。お前の前では絶対飲まない。梅昆布チャーハイ。美味しそうだね。まあこれはお兄さんのヤングコーン。あらま。オーナーのヤングコーン。お兄さんのヤングコーンはいいかしら。あらま。うまい。このヤングコーン嫌いだったんだよ。もともと嫌いで。今めっちゃ美味しく大好きになりました。8年前は何どこで出会ったの二人は？2丁目ですね。やっぱ2丁目なんだ。え、最初会った時のどういうイメージ？つナンパ？なわけない。誰がするんですか？え、嘘どっちじゃあ本当のやつ教えてよ。いやマジ本当は彼が働いてたお店に僕が行って、で第一印象クソ悪かったんですけど、僕がね、僕はその頃尖ってたので、もう尖りまくってたから、彼の元彼のお店で僕がこうお手伝いというか働くようになってからですね、結構絡むようになったの、しっかり絡むようになったの。どこでさ、ちょっとこの人と一緒にやろうなって思ったの？あれ、それはね、もうきっかけはマネージャーなんで、僕らがもう2人で一緒にやろうって言ったっていうよりは、言ったわけじゃないんだ。指原が2人でやろうよみたいな、合うなと思ったの。いや、思ってない。え、寄せ集めせかす。いや、こっちはだって稼げてはいいんだから。あ、なるほどね。こっちはもう事務所に言われて動いた人、イケメンのゲイの人を探してて、確かに2人ともかっこいいもんね。確かに。しかもジャンル違うからいいやん。そんなことないよね、ゆうきね。そんなことないもん。だってその当時なんてまだ修正もしてないから大ベスです。修正したい。まだまだ格好していっぱいいるよね、うちらよりもね。あんたなんか思ってないんだよね。思ってない、思ってない言い方してるよね。やったー、餃子。思ってないな、これは。こいつおもろいよね。でも本当に当時髪の毛長めの感じで2丁目来たんですよ。入ってきた当時はそれこそまだちょっとギャル男が残ってるぐらい。そうかそうか。でまだ年も年でめっちゃ若かったから、私2丁目で有名だった。そうで、2丁目で1回で噂にはなってたんです。どんな噂？なんかかっこいいやつが入ったこの店に2丁目一可愛いって言われてたから。で僕はもうちょい前から2丁目にいたので、その当時僕も2丁目でこの中任されですけどママをやってたから、いろんな店からやっぱこう噂が来るじゃないですか。2丁目って広いより狭いんで、可愛い子が入ったらしいよって、そのちょっと上のね年配層の方とか、まあ、先輩の方とか言ってたからへえと思いながら、ちょっとライバルみたいな感じだった。あ、全然私の方が可愛い噂になるくらいだから。おもろいいね。でもちょっとあどんなもんじゃ見る同世代見ては見たかったですね。やっぱ僕も若くでママやったもんだからちょっと自信もあるわけだよ。だから同じ世代の子が入ってきたらやっぱりちょっと僕は見る前からライバル視をしない。噂になるやつはどんなもんじゃいって言ってみたらどうだ。そういう意味で尖ってたのかもしれない。どんなもんじゃいみたいな。そうかもね。今思ったやつそうかもね。あいつも今そう思ったわ。どんなもんじゃちょっとあるよね。ぶっちゃけあるよね。あります。あれはやっぱ同世代が入ってくるとやっぱ負けてられないっていうので、私もすごいその時もう天狗になっちゃったから、ママたちが来たとしてもなんか「なんでですか？」みたいな。で当時のこと恨み持ってる人とかまだいたりするの？恨みを持ってる人いるかもしれないけど、私それ別に感じてない。あ、感じてない。気にしない。いいね。やるいいね。ちょっと飲んで。何だろうな。あらま。何これ。梅干し。どう。好きな人好きよこれ。そうだね。めちゃめちゃ梅が。多分天満ちゃんとか好きだ。俺も結構でも好きだ。好きだね。梅干し好きな人。ちゃんと甘くない梅干しやな。あ、僕大好き。あ、そうだね。指原って事務所の人間なの。はい。あ、そうなんだ。そうか、二人とも芸能なんだよね。だから結局ね。確かに。2人はさ、テレビとかあんま興味ない？めちゃめちゃあります。あるんだ。めちゃめちゃあります。出たことはある？達也もあるし、あいなんかまあお誘い受けて、一応ねオーディションとかはね受けさせられるんだけど。あ、そうなんだ。難しい。何がむずいの？某番組のやつとかは大自然が広がってます、はいレポートしてくださいとか、今ジャングルにいるとします、はい、レポートしてください。レポート。たっちゃんオーディションじゃん。ちょっとやっぱ 200% でいく。うん。やっぱ 200% で。200でいく。おかまの200で。200でいく。最後の最後のところの1個前に落ちた。うわー。二次審査。それさ、たっちゃんの中でやっぱちょっと悔しかった。悔しかった。憧れもあるじゃん。テレビっていう。テレビというっていうか、その番組も好きだし。なんか達也がやりたいことが詰まってるとか、あとなんか自分がリアクションとかもしやすい番組でもあって、自分を出しやすい番組でもあったなと思ったから、もう終わったんや。あ、ちょっと夢みたいな。うん。だって行く時の電車とか、今から人生変わる電車に今乗ってるのかもしれないとか思っちゃうじゃん。思うわ。オーディションだから服装とかも大事だし。とかもいろいろ考えたりとか。ああ面白い。こんなの YouTube で言うのも初めてだったけど、オーディションビデオとかっていうのもね。それ結構最近。今年の話。あ、今年なの？今年初めぐらい。俺だからたっちゃんとかってさ、要はセカストで有名なわけや。でもそれでもやっぱもうそっち行ったろうっていうのあるんだね。今 YouTube だけになってるけど、例えばテレビから何かにまた広げたいっていうものがあるわけよ。なるほどね。で広げたいものっていうのは。そのじゃあ自分が悩んでたものとかをつながったですよって言いたいんじゃなくて、こんなんでもやってるよ、元気出してじゃないけど、まあ勇気づけるじゃないか、見てる人を元気にしたいみたいなのがあるの、それがより多くの人に見てもらう方が嬉しいってことですか。なるほど。誰かのためになればいいと思う。なるほどね。かなって。勇気は出たい。出たいですけど、ものによったら僕はなんか全部がもう台本で決まってたら、僕は別にそこに出る必要性あるのかなとは思って。ああ、なるほどね。伝えたいことじゃなく、もう別に自分も面白くて視聴者も面白かったらそれでいいと思っちゃう。なるほど。その真面目な部分ってものもあるけど、もう第一からそこっていうよりはどちらかというと面白いものがいい人だから。それこそもう YouTube やる時も、僕は真面目にやる系の YouTube だったらやらないよって言ったマネージャーだから、真面目に LGBT とはって訴えかける YouTube を僕はやりたくない。なるほどね。楽しい感じでやってた人が LGBT だった、だからそういう LGBT もいるんだよで後からついてくるものだと思ってて、僕はもう全部が真面目だと面白くないのって。でももう時代は変わった正直。いや、もちろん言わないといけないシーンであって言うところだったら言いますけど、普通のバラエティーでそんなに激しく言わなくてもいいなっていう。いや、これだから俺もさちょくちょくさこう見てはいるけど、やっぱちょっと真面目多めだよね。そうなんですよ。これは女性なわけでしょ。いや、全然男よ。男は男です。だから男です。だからチンポが好きなだけだ。男で男が好き、男で男が好きってこと、感情が男なんで、だからその理解もないから、それこそよく言う「ゲイだったら女性の心分かるから相談したい」「いや分かんねえよ」って感じです。女性の気持ちなくて、正直に女性が1対1で話しやすいから、女性のちょっとこういうとこもあんだよを多分男性よりは多く知ってますけど、でも女性の気持ちじゃないので、別に女性の気持ち分かるじゃんは、いやそれ人それぞれだし、てかさ、女性とか男性とかじゃなくてみんなそれぞれ考え方違うんだから、そんなこと言ったらじゃあさ、人の気持ち分かんのかなって言っても分かんないじゃん。ダメといいは分かるけれどもさ、じゃあさ、癖だったりとかさ、こういうところはダメかもっていうさ、沸点とかさ、人それぞれですけど、そう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 、男だからこうとか女だからこうとかないと思う。ないね。それこそ僕らと同じゲイの人たちが僕らのこと嫌がる時もある。あ、そうなんだ。もちろんこれがゲイだと思われたくない。ああ、それはめっちゃ俺なんか超初歩的な疑問があって、男として男が好きなんですよね、はい、なのになんで喋り口調はそのちょっとほげるんだ。これビジネス、そこはエンタメで。ああ、そうなんだ。本当はほげないでしょ2人。ほげない、もちろん。ああ、なるほど、はい、あ、そうなんだ。じゃあやってくれてるんだ。あとはサービス精神だと思うよ。私たちとかっていうのはさ、またすごいエンタメでさやってるからさ、私たちとかさ、私はとか、あんたとか言ってるかもしれないけれども、2丁目の人たちもいっぱいいるわけじゃないですか。ってなってくると、あの人たちも多分場を盛り上げたいとかっていうサービス精神が旺盛なだけがあって、だと私はそういう風な一面もあるんじゃないかなと思う。女性の人は多分ね、私って言わないですよね。多分第一印象は多分自分の名前だったりとか、私って言うよ。いや、もちろん言う人もおるし、けど多分本当にあれの人、だって女性も私って言わなくないですか。まあそうだね。だから私っていうか、私って私ね、私はないから、私、まあ私レベルになるとあちきとかになってきて、あちきはもうやりすぎ。休んで、だって休んで、あちきはあとわらわわらは頑張りすぎ、たっちゃん頑張りすぎだから。いや、そうだよね。だからそこも分かんないわけだもんね。こんな人それぞれ、こんな頑張ってるんや。いや、そう、だからじゃあ俺さ、ちょっと聞きたい聞きたい。すごいなんかプロやなと思ってた。さ、マツコさんとかもやってると思う。やっぱあの人は逆にナチュラルだと思う。ナチュラルなんだ。僕はナチュラルすぎるぐらい、もうマツコさんレベルにいくとそれが定着してるというか、あ、もうそれ見せれないですよね。だからあの人はやっぱりもう出過ぎてるし、そう、もうだから自分でもそれが本当になってきてるってことだ。っていうか、私は結構昔俺って言ってたし、そう、まあ今でも全然何だろう、友達同士とかだと俺とかになってるけどするけれども、でもこういう場になってる、あたしになるわけじゃない。でもさ、それってさ、先輩たちを見て、こっちの方がウケるんだ、盛り上がるんだ、こっちの方がオカマっぽいんだってなってくると、真似してから始めるんだけど、それが多分だんだん板についてきて、でマツコさんとかになってくると歴も長いし、ほげてるとかほげてないとかじゃなくて、あれがマツコさんなんだよ。なるほどね。ほげてるじゃなくて、マツコやってる。あれはマツコさんなんだよ。多分結構面白い。だから本名があって、本名の時は僕らはもうわからない。ああ、そうか、知らないしね。2丁目とかその界隈の中でのピラミッドの一番上というか、まあ尊敬されてる人って誰なんだろう。まあそれ人それぞれ違うと思うんだけど。この世界を動かしてきたのはメディアだと思う。ゲイとか LGBTQ とかっていうのを広めてきたりとかしたのって、多分うちらじゃなくて、多分その大勢多数の人にドカーンと見られてる人だと思うのが、私はね。そう思うとやっぱり昔からになってくると、多分本当にオカマという。ゲイとかっていうものになってくると、多分美輪さんとか。ああ、そうだ、美輪さんのイメージある。でもっとあれだとカルーセルマキさん、カルーセルマキさんね。あとお笑いとかになってくるとヒデロウさん。ヒデロウさん。でも時代でいうと、多分やっぱりこう目立ちやすくなったのは春菜愛さん。春菜愛さんですよね。ああ、やっぱ時代によっては違うけど、でも。私はやっぱお姉さん方って思うと、私はそのお姉さん方の歴史を私はちゃんと辿るからってなると、そうなってきちゃうかもしれない、今の若い子たちは分からないかもしれないけれども、それこそさ、たっちゃんとかゆうきを見て、私もちょっとこう、出そうと思ったっていう声もあるよね、多分ね。あ、でもそれ言ってくださる人何人かいて、その時はめちゃめちゃ嬉しい。嬉しいよね、それは嬉しいよね。気づきましたとか、こういうきっかけになりましたとかはめちゃめちゃ嬉しい。すごいね。いや、それはめっちゃでかいよね。やっぱ悩む人って多いと思うじゃん、やっぱそこで。俺もたまに言われるもん、やっぱ。地方なんですけど、今まで言えなかったっす。でも、で相馬さんのがそう言ってくれてすごい嬉しかったですっていう声を受けて、じゃあ、だからそうか、これはヘボなんだよ。男が好きだよね。そうです。そう、なんか女が好き。女が好き。でもチンチンがついてるからややこしいからヘボなんだよ。でも私もこういう風に自分のことを出せるってなったのって時代のおかげだと思うし、先輩のおかげだと思うから、私たちが勇気を出したわけでもなくて、そういう時代に慣れただったってたまたまだったと思う。してくれた人たちがいるってことだよね。いるし、だからそこに感謝は絶対必要だし、いやそれ間違いないよね。関西でだからもう僕はオスピーさんとかですよね。あ、おすぎとピーコさん、俺誕生日一緒なんですよ。ちなみにだから逆によ、私たちはお釜で仕事してるかもしれないけど、いつかこの仕事はなくなるからね。なんでそれが当たり前になってきて、多様性が認められてきて、 LGBTQ が普通になってくると、私たちは物珍しさになってたけども、それが普通になってきたら武器じゃなくなっちゃいますよね。ああ、そこはでも嬉しい悲鳴というか、嬉しいです、嬉しいです。そうか、でも全然それありえそうだよね。ありえると思う。そういうふうにしていきたいって思ってるけどね。ええ、面白い。たっちゃんが憧れてる人は誰だろう。そうラブだもんね。ラブでなんかその自分のさ理想像じゃないけどさ、浜瀬がみ以外だもんね。ないね。ないんだ。また違うもんね。尊敬してる人ってむずい。例えばマツコさんとかももちろん尊敬はしてるんだけれども、あの人のじゃ真似事もしてもいやねって話なわけよ。そうね。全然育った環境も違えば見た目ももちろん違うし、何もかも違うからってなってくると、もう自分だけなんだよ。まあそうだね。間違いない。めっちゃ綺麗事言ってるんですか。僕近しい人の追いつける人を尊敬をずっとしてます。だから尊敬相手変えます。毎度。だからこの人が今こんだけやってるのが羨ましいと思ったらその人を尊敬にして、でそこクリアできたらその上行くとか。毎年。10年越しで死にたいって言うんですよ。30で死にたい、40で死にたいって言ってれば、それまでに死ぬって思ってればそれまでにできることいっぱいあるよねって感じれるから、自分に言い聞かせるというか、でもそれ言うとみんななんか「死ねねえよお前一番長生きする」って言う長生きしそう、勇気。確かに。なんかたっちゃんのお墓とかになんかもう雑に水かけてそう。あんたもこれ水じゃない、水じゃない、全部なんか1800円。それめっちゃ素敵だけどね。そもそも来ないと思うわ。いや来るかな。有給は来るよ。有給は行かないって言うけど、恥ずかしくてめちゃめちゃ深めにバケハかぶって行く。見られたくない。私見てるよ、待ってるよ。それこそ僕一昨日初めて自分が乗ってる車事故ったんですよ。言ってなかったけど、旅行行かせてもらってたんですよ。休みをいただいて車でやってた時にちょっと事故りまして、ちょっとこっちに曲がる時に後ろからトラック来ちゃって、大型の4トントラック来ちゃってて、でトラックの人も止まってくれたからボンぐらいだったから、別に命別にはなかったんですけど、でもそう考えたらいつ死ぬかなってわからないじゃん。わからない。マジわからない。でもこれで30で死ねたもんね、あなたはコンボよ。いやもう今30だから、今次40まで。毎年10年越してやってんだから。更新しちゃった。コンボではなかった。コンボじゃない。30で死にたくないよもう今。更新した。下手だもん。下手はちょっとね死にたくない。まだ30代でやりたいことは残ってるから。そうか、でもまだ30って考えて若いよね。まあその業界の中で。いやまあね。いやありがとう今日。いや、こちらこそ楽しかったもん。ちょっと本当にまた撮りたいと思ったね。4人結構楽しかった。嬉しい。キャンプとか行きたい。まあキャンプやりたいだけだ。サウナ好き？サウナ好き？ちなみに私はマジでキャンプ好きなタイプだから。サウナも好きでしょ。サウナバチ好き。3分キャンプやったことある？ないの。めっちゃ気持ちいい。川にダイブできる。川に行く。最高だね。最高だ。それやろうみんな。大丈夫？裸いける？臭くない？臭くないわけないじゃん。バスローブ持参してます。ちょっとまたキャンプとかなんかいろいろやろ。マジで嬉しいです。ありがとう。お願いします。でもなんかね、嬉しかったですね。何よとか言ってもらってダメだもんね。